およそ60年前に撮影された一枚の写真都教走の先頭を走っているのは飯塚純子さんですこの時中学3年生でした中学生が死んだってたんでまだ子供 よく残ってたねねこれは力ないもん、ね、飯塚さんはこの翌年旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されました16歳にして、子供を産み育てるという生き方を奪われたのです。<laughs> 今は 70代となりました普通に結婚して、子供がいて、孫が,がいて、幸せな家庭友達のところに行くと、羨ましいなっていつも思うんで。 もう本当に優生保のことだけで人生が終わりですとても残念です1948年から1996年まで施行されていた旧優生保護法障害のある子供を不良な子孫と規定し社会全体のため 出生を防止することを目的としていた今では誤った考え方の法律ですこの法律は障害のある人などに対し本人の同意なしに不妊手術を行うことを認めていましたただ傷が今もあります傷 そうですね結構大きくまあいくらかは地震ではいるんでしょうけど <laughs> この写真が撮影された当時飯塚さんは石巻市の親元を離れ仙台市内にあった知的障害者施設小松島学園で生活していました。失礼します。失礼しますみません。どうもこんにちは。ああ これは。小松原学院のね。あの、飯塚純子さん。うん、そうそうそう。この子。うん。うん、光がたんだ、これ。うちの親父たちが。当時の飯塚さんを知る。<の>三,宅三宅浩一さん。八十七歳。

施設にはたびたび役所の職員が訪れ、子どもたちに不妊手術を受けさせるよう頼んできたといいます。親父の方でぐしょっちゅう来るんですよ。あのなんとか子ども納得させろとか。私らはね、子どもには言えなかったね。うん、かわいそうで。 うん、泣きながらねあのなんで私たちがねあのお嫁さんになれねえんだって言われるとどうもね言えないんですよかわいそうで。施設があった場所は今。

悔やんでも悔やんでも悔やみきれないんでこういうことさえいなければ不幸になることはなかったと思うんで午前10時37分原告団が裁判所に入ります1996年に旧郵政保護法が改正されてから20年以上にわたって被害を訴えてきた飯塚さん 2018年、国に損害賠償を求める訴訟を起こし、同じく県内在住の佐藤由美さんとともに争いました。手には不当判決と持たれています。不当判決です。しかし、一審の仙台地裁、二審の仙台高裁はともに旧郵政保護法自体は違憲としたものの。 飯塚さんら原告の請求を棄却をその理由は20年のいわゆる前に権利行使できたんでしょっていうような言い方になっていて被害に向き合わないこの実態に沿わない事実認定によるあの判決ってことはあの非常に怒りを持って私たちは弁護団として迎えています飯塚さんらを阻んだのは 除籍期,期間賠償請求ができる期限のことで民法で20年間と定められています地裁と交際は手術から20年以上経っているため賠償請求はできないと判断したのです民犯人であってほしいと思っていましたがとても残念でなりません しかし飯塚さんらの提訴をきっかけに旧郵政保護法をめぐる訴訟は全国に拡大しました上告にまで至った全国5つの訴訟を対象に最高裁は明日当事者に意見を聞く機会を設け統一判断を示すための審理を始めますにとかく 今回最後なんできちんと責任を取ってもらいたい謝罪もしてもらいたいしあと二度と手術起きないようにしてもらいたい法律に人生を狂わされた原告らの叫びに 司法はどのような判断を下すのか最高裁は今年の夏にも統一判断を示す見通しです